テリー父親の車の話始まりました。いやさ、梅雨が明けるといよいよ夏ですよ。もう暑いじゃない今日も。夏といえば夏といえば、うん、サザンオールスターズ歌か歌ですね、うん、オープンカーですよ何言ってんですかオープンカーですよ。オープンカーに乗ってサザンオールスター、うん、あ、そうそう、サザンって言ってるところで年ですよねそんなことないですよ。ダメなのサザン。ダメじゃないけどね、まあ時代ですね。ね、はい、まあでも湘南に合いますけどね。まあこれからやっぱオープンカーいいですね、うん、いいですね、オープンカーの季節ですね、確かに確かに。ということは、さあ今回はですね、マツダなんですけれども、まずマツダの車の中でお二人が好きな車何かありますか。これはもう来ましたよ。何ですか。俺はもうスカイライン対 RX7 でバチバチにやり合ったFC3S RX7 はい、あー来たね、これですよ。もうこれね、俺も子供の頃はあのロータリークーペが好きだったのねガソリンスタンドの兄ちゃんが乗ってたの。カペランはロータリークーペロータリークーペがあってサバンナ RX3 があった、うん、でその後このサバンナ RX7 が出たの、 FC3S が、うん、これはもうイニシャル D でももうバチバチですよ。そうですよね、はい、私もこれ実は乗ってました。そうですか、テリーさん。これオープン、オープン、オープン、このオープンの黒の洒落た車乗ってますね。でもね、現行で言うと、うん、実はマツダにはね2台の紙じゃあるんですよ。紙じゃ紙何1台はマツダ3、マツダ3、マツダ3はね、お圧倒的に美しい。今ね、世界でもあんな美しい車を作れる国はないです。デザイナーがいいの。いや、もう圧倒的に美しい。ただそれほど人気ないんですよ何でだろう。正直言って僕は本当になんで、うん、こんなに美しい車だよ。マツダ3、ほらかっこいいよね。綺麗ですよね。これ4ドアなのにこんなにもう、確かに素敵。昔こういう美しい車ってアルファロメオがよく作ってたんですけど、あったもうアルファじゃもう作れません、うん、マツダ3しか作れない。でまたこれね、マツダってみんなこの顔じゃないですか、うん、だからどっから見ても分かるのマツダって、うん、確かに。まあそれだからいいか悪いかっていうと絶対いいのメルセデスもベンツも BM もアウディはみんなそうじゃないそうなんですけども、どっから見ても分かる一般の方はなんだよ、差が分かんなくなってくるんですよ。そんなことないよ。そういうね、いやそれはね、よく僕はいろんな人に聞いてるんですよ。マツダの車って出るたびに同じ顔してないって。これだからファミリーフェイスっていう言葉は一見いいんだけども、僕らの若い頃って例えば日産でもトヨタでも出てくる車全部違う顔してたから、うん、ドキドキしたわけ、はい、今は全部一緒だから、あ、まただから刺激がない。やっぱね、300万も500万も600万も出してもっと刺激欲しいってのがあるんですよ。ねえ、暑いですよ。暑い、マツダの頂点の車ってデザイン的にね、あのマツダ3ともう一つロードスター、あー、なるほど、ね、このロードスターは神車ですてかマツダの顔は俺好き、かっこいい、かっこいい、あのすっきりしてて、うん、すごく品がある。マツダ昔はね、あの広島だったでしょ、うん、だからマツダのね高級車って広島ベンツって言われてたんですよ広島ベンツって言われてて揶揄されてた時代もあったんですけども、今ねそれこそ、まあ、ちょっとね青山のセレブな奥様とか、うん、はい、大会山のセレブの奥様が、うん、マツダの車素敵ですねってみんな言ってるんですよ。あ、そう、ね、でもというのはデザイン的には非常にあのなんていうかな、いかつくない、エレガント、うん、まあ、どっちかというと日本の街よりもてかヨーロッパの街が似合う。ここだけの会話で終わるんですか。そうですね、あのゲストは、ね、ゲストは今日は帰ってもらいますお呼びしましょう。今回のゲストはですね、マツダ株式会社のロードスターアンバサダー山本さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。こんにちは。アンバサダーですか。はい、よろしくお願いします。いいじゃないですか。なんかテリーさんの大好きなロードスターです。もうロードスターは僕はもうね、もう初代の 1.6 リッターから、はい、でも今も現行のねロードスター、うん、本当にいいですよ。あれももうね、いいですよ。あれもこれから30年50年して今日を振り返った時に
それは例えばトヨタ 2000GT とかすごくいいって言われてるじゃないですか、うん、はい、まあ、117とかピアンザとか、うん、はい、あの時代にあんな美しい車あったのって言われると同じように、このロードスターっていうのは30年後50年後、うん、日本ってこんな素敵な車あったのっていうふうに言われる車です、うん、山本さんは、はい、ロードスターはいつから携わってらっしゃるんですか？はい、僕はですね、ロードスターは NB から NB から NB から NC、ND はあの主査をね、開発の責任者をやらせてもらって ND を作りました。8年かかって、はい、NA の時はじゃあ NA は僕セブンやってたんですよ、 FD をさすがセブン。いや僕今日はロードスターで来たんですけど、さっき土屋さんがね、うん、FC3S って言ったら僕ドキッとした、うん、だってセブンって僕のねベーシックなんですよ。あ、そう、うん、僕はロータリーエンジンのエンジニアで、もともと SA22C をやり、はい、FC をやり、うん、FD をやり、そしてルマンのエンジンもやりました。それが終わってロードスターになってきたんで、いや本当ちょっと嬉しかったです、ありがとうございます。いやもうね、本当あのスカイラインの GTS ターボ、はい、対マツダのもうさRX3 でさ、もう本当ねいじめられるわけよ、日産から。マツダはターボつけちゃいけない、うん、NA でやれ、ターボついてんだよ XC3 ですね、だけど日産の圧力で、日産はターボついてんだよ、2リッターターボのスカイラインで、そういう中で戦ってましたからね、はいはいはい、もう絶対日産やっつけてやるお褒めの言葉は全くなかったけど、ね、勝った時に全然マツダから何にもない。ロードスターって今で4代目です。4代目です。ってことで何代目かな、僕は2代目から担当し、実は NA、NB、NC、ND で、初代はさっき言ったように FD やってましたけれども、実は FD の開発を終えて僕は定年を迎えたのでね、うん、主査をあの後輩に継いで、はい、アンバサダーという名前で今 NA ロードスターのレスターサービスもやってるんですよ。ということで、いいですね、NA をもう一度勉強する機会をね与えられてもらって、うん、いろいろ勉強しました。でもう NA もすっかり僕の中にも入ってます。だから人馬一体です。人馬一体です、ね、もうコンセプトが人馬一体です。今回はですね、このロードスターの歴史を振り返っていきたいと思っているんですが、です、ね、まずですね、ロードスター2人乗り小型オープンカーの生産累計世界一でギネス記録を持っているんですか？89年から生産を始めて、2016年の4月に100万台を達成しました。もう111万ぐらいになっていると思いますけども、うんうん、2人乗りの小型オープンカーのギネスを持ってますし、それはまあギネスを持っているということは言い換えれば世界中にたくさんのお客様がねいるということなので、僕たちは本当お客様に感謝を申し上げないといけない。僕たちがギネスを持っているんじゃなくて、お客様がこの車を育ててくれた、そういうのを思ってます。ありがとうございます。美しい。ありがとうございますでは参りましょうか、その美しい歴史に、はい、こちらです。まず、はい、初代のロードスターなんですけれども、ね、1989年に誕生しました。人馬一体で出ましたからね。あの2つの、ね、背景があると思う。一つはやっぱ世の中から見ると、この手の車っていわゆるライトウェイトスポーツっていうんですけどね、この車は実は新車が23年間世界中で出てなかったんですよ、うん、そうですよね、50年代に生まれ60年代に全盛期を迎えたんですけども、70年代になってマスキー法であるとかね、うんうん、あるいは衝突安全でバンパーが大型化されるとか、はい、でどんどん車が重くなってライトウェイトスポーツの魅力がなくなってしまって、スポーツカーはライトウェイトでなくていわゆるスペシャリティカー、うん、ミドルスポーツに変わってしまうんですよ。だから出なくなった、うん、でもマツダは89年にこの車をマツダの、ね、情熱と誇りを持って作ろう、うん、ということで作りました。でもう一つ、そうした世の中の中に対してマツダにとってもこの車はとても戦略的な車だったんですね、うん、マツダは小さな会社だけれども、やっぱり他のメーカーと同じ車を作っていたらね商売にならないし、マツダらしい個性的な魅力ある車を作らなければいけない、うん、そういった思いに駆られてました。ちょっと この時にですね、オフライン55っていうのは 55% という意味で、 55% の確率があったらね、よそに負けない、他のメーカーが作ってないような車を作ろうというプログラムが起きたんですよ。その中に出てきた車の一つがロードスターで、あるいはもう一つは MPV、うんうん、AZ1 とかね、はいはいはい、だから予想にない車たちがあの時に生まれ、 AZ1 ね、 AZ1 ガルウィングのね、そういったいわゆる競合を持たない車をマツダを
作らなければいけない。そうすることによっていわゆる世の中の値引き競争から脱皮されて自分たちがプライスをつけられる、うん、そうしたメーカーになろうというような大きな戦略的な意味があったんです。と同時にもうちょっと大事なのはこの車は1989年にユーノスロードスターなんですよ。そうですね、マツダが5チャンネル体制というですね、販売を拡大しようという大きな夢を持ってユーノスバンドを立ち上げました。大失敗でしたね。そうなんですよ今いい話してるんだけど、一応詰まっていましたけど、いや、まあ、そういう意味でユーノスを立ち上げる時のね、もう代表的な車なので、そういった意味もあったんですよ。そうですよね、うん、でもまさかここまでみんな売れるとは思ってなかったんで。いやいや、え、マツダ時代が思ってないです。だって営業サイドはこの車を企画した時に何台売れるかって当然営業が営業目標を示してもらわないといけないですよ、はい、我々もそれに基づいて生産台数を決めいろんなものを決める。でも営業って実績がありませんと、だって市場がないんだから、はい、だから売れないって言うんですよ、うん、でも絶対いける、うん、まあ、アメリカでこの車生まれたんですけどね、それを日本で初代の平井さんがね、宮田って言いましたもん、うん、そうアメリカではね、宮田なんですよ。そういうことで発売にこぎつけたところ89年8月にみんな並びましたよね、お店に。9月から発売に向けてね、8月に発表したときに、でもびっくりするぐらい売れました。あれ僕らちょうどドンピシャの世代じゃないですか、はい、でこの前のさっき言ったライトウェイトスポーツとあのロータスエランとかエランとかエリートとかね、リトラクタブルライトでね、前が開くってやつであのロードステーラーが欲しいなと思ったんですけど、うん、あの当時もう中古になってて中古でも400万ぐらいしたんですよ。あであのそれこそマミヤラのところにあのロータスの、 あの代理店になって、うん、そこへのフロントガラスウィンドウのところに何度も見に行って欲しいなと思ったんですけどもそんなね若造で400万の車が買えるわけないんで、うん、それでこれが出てもう本当にもう本当にもうね出る何ヶ月前からもちろんね雑誌に出てたんで本当にときめきました ね。よく出してくれた、うん、でも本当みんなその、まあ、情熱を持ってっていうかみんな作りたかったね、うん、エンジニアはすっごく作りたかった、うん、NB だと1800ですよね。 NB も1600、1800両方ありました、うんうん、NA が1600で出したんですよ。で2代目になって1800もあったんですよね。ありました。初代が売れたのでどこからリクエストが来たかというとアメリカですよ、うん、やっぱり NA も一番売れたのは日本じゃなくてアメリカなんですよ、うん、43万台 NA 全部作りましたけど約 45% がアメリカかな、うん、でヨーロッパで日本って意外とボリューム少ないんですよね、うん、でアメリカでたくさん売れたので、うん、NB の時にはアメリカからのリクエストが強くて、うん、もっとグラムラスに大きく見えるようにしてくれ、うん、馬力を上げようっていう、うん、そういった、ね、注文がすごく来たんですよ。あ、それで 1.8 も 1.8 も出てきたし、あとボディもすごく盛り上げて、うん、NA はすごくスリムだったけど、はいはい、NB は少しグラマースにしてね、うん、サイズはそんなに変わらないけど大きく見える、うん、でデザインはとてもいいデザインだったんですけど、そういった形になります。それって都合じゃないですか。あの Z なんかもそうなんですけども、なんか例えば膨らますってことは荷物が入るとかっていうことですよね。いや決してそうじゃなくて、あの、うん、デザインをそういう風に見せたかったっていうのがね、うん、大きな狙いで、あのリトラクタブルライトをやめたのはアメリカの規制があったからです。いや、ヨーロッパの規制ですよ。ヨーロッパ規制で、ヨーロッパでもう90年の中頃から、うん、実はヨーロッパで前方下方規制というのがあって、うん、ドライバーの目線から下方向にボディにね遮蔽物があったらいけないよっていうレギュレーションができたんですよ、うん、だからリトラクタブルヘッドランプは全部ダメだったんですよ。だから NB の時はもうその規制があったの で、ね、もう固定のヘッドランプにする、うんうん、ちょっとなんかね、僕らから見ると、ね、あのなんかね、それこ そ、 そ、ね、あれが良かったのに、ありますね、良かったです、うん、これ変な話、普通になっちゃったなみたいな、うん、ちょっとなんか、まあ、あったんです。車というのはもう都格と言ったらちょっと語弊がありますけど、社会的な要求をきちっと満足しないといけないので、うん、世の中のニーズであるとかね、もちろん安全対応、まあ、エミッションもそういったことを ね踏まえた上で、それは規制じゃなくて我々に対するやっぱり制約なんですよ。制約の中で車は生きていくんで。これは売れたんですか。売れましたよ。 NB は実はヨーロッパで売れました。
NA が出た時にヨーロッパのメーカーがびっくりしたんですね。で競合者が全くいなかったんですよ。ところが NA の良さが分かった。でも NA は土屋さんご存じのように車が少し非力なんですよ。へなへな、まあ、言葉悪いけど少しボディ剛性も、ね、少なくなった。でハンドリングも少し限界付近での、ね、挙動も少しトリッキーなところもあった。で NB は徹底的にそこら辺を改良してですね、すごくハンドリングに対して良い車です。ボディ剛性が上がった、上がりましたね。まあ、ロードスターが出たことによって先ほどあの山本さんも言われたようにヨーロッパも例えば MG がもう一回復活させたり、 MG が出たりボクスターが出たり ね SLK が出たり MG が出たり BMO 出たり本当に、ね、ロードスターがもう火付け役ですよね。そうです、はい、だ僕たちはよく NA が世の中で成功したからね、うん、ライトウェイトスポーツのパイオニアになったと。なるほど、ね、でそういったことがあると自分たちはロードスターが世界のベンチマークであり続けなければいけないというですね、うん、そういった使命感に燃えるんですよ。だから絶対にこの世界においては世界のベンチマークであり続ける、うん、そういったエンジニアリングスピリットを、ね、燃やす。これ偉いなと思うのは、あのマスターのロードスターってずっと今も続けてるでしょ、うん、で例えばトヨタはあの MRS、うん、僕あれも乗ってたんですよね、うん、あのまあ、後ろにエンジンがあるから面白いんで、うん、はい、でも1回限りですよ。あのなんかそういうふうになんか1台限りで置いちゃうっていうのはなんか変じゃないですか、うん、例えばメーカーが辞めちゃうと、うん、やっぱそのファンって切れちゃうんですよね。切れますね、切れます。大変な時期もね多分ロードスターもあったと思うんですよ。それにもかかわらず、まあ、歯を食いしばって、ね、この、ね、作り続けてる、うんうんうん、出し続けてるっていうところがものすごく評価していいんじゃないかなと思うんですよね、うん、あのまあこの車って僕たちが仕掛けたわけじゃなくてお客様そのものがファンミーティングをですね至るところで作ってくれてるんですよね。日本にも大きなファンミーティングがあります。で毎月のように日本中でファンミーティングが行われます。で日本だけでなくアメリカでもイタリアでもスペインでもねドイツでもたくさんいるんですよ。でそういう人たちがやっぱりこの車に対するやっぱり期待があるしそれ僕たち感じるんですよね。で変なものを作ると逆に叱られるんですよ。すごく怒られます。例えば、まあ、この変な話このロードスターに 1.8 リッターを追加しました、うん、LA の時にね、はい、この 1.8 リッターつまらんって言うんですよ。つまらん、つまらん。トルクが上がる、ね、トルクが上がって馬力はあったけどレスポンスが悪い、うんうん、これロードスターのエンジンじゃない、はい、ということを市場から反響をもらってすぐにフライホイールの軽量化をやったりとかね、うん、やりましたよ。意外と保守的なところがあってね、でかい土屋さんみたいな走り屋は大きいエンジン欲しがるけどもそれいらないんじゃないのっていう意見もありましたね。あったと思うんですよね。だから開発する中でそのアメリカから200馬力以上が欲しいっていう注文が来るんですよ。理由を聞くと何かっていうとアメリカでスポーツカーを買うときにはお客様はインターネットで叩くんだって、でスポーツカー200馬力って打つんだって、うん、でそこに引っかからないと買ってもらえない、うん、あ変なこと言うんですよ。アメリカ人はね単純だからな、うん、でも僕たちはいや本当に馬力が欲しいんですか、うん、本当に欲しいのはその数値じゃないでしょ、うん、っていう話をしてじゃあ実際に広島に来てね新車の車を2台乗ってみよう、うん、何も言いませんよ。乗ってみてどっちがいい、おこっちでいいや、うん、これ 1.5 リッターよ、うん、いいじゃんこれ で、 そ う、 で、ね、そういう話なんですよ。2リッターの NC と 1.5 リッターの ND をね走らせてみてどっちがいい、どっちがよく走ったっていうと馬力じゃなくなってくるんですよね、うん、車の走り感って、うん、1.5 リッターの方が気持ちよく走るから、うん、こっちの方がいい、うん、そうだけどその話から、うん、その3代目、うん、3代目ちょっと見せてみましょう。 NC には2リッターになるじゃないですか。ありました。それはアメリカのそのプレッシャーですか。アメリカのプレッシャーもあるしやっぱりどうしてもこの時はロードスターっていう車ご存じのようにこの車だけでは新しいプラットフォームって起こせないんですよ。台数が足らないから、うん、いくら売れてもボリューム的には限られてるんで、うん、年間20万30万売れる車はないんですよね、うん、10万売れてもやっぱり新しいプラットフォームは起こせない、はい、だからこの時のプラットフォームっていう車体はね実は RX8 と一緒なんですよ、うんうん、RX8 と同じサスペンションボディ構造でホイールベースを縮める、うん、そしてアッパーをロードスターにする、うん、そういったコンセプトでこの車を生まないと、うん、作れなかった、生むことができなかったんですよ。あ、なるほどね。で、RX8 もいい車でしたよね。いいですよ。
僕あの時に記事に魔法の靴を履いてるって書いてあったんですよ。あ、そう。いいですね。あのベストカーに本当にいい車でしたね、RX8。そういった中でやっぱりどうしても大きくなるし、さっきの社会的な制約のもとに車を作らなければいけないっていうのは当然ながらやっぱ衝突安全性能、排気ガスの性能で、そうするとやっぱり排気量を上げないとできないことがあるんですよ。この車は売れたんですか？NA、NB、NC と右肩下がりに台数は減ってきました、うん、最初売れましたけど、まあ、やっぱり NA のように毎月1万台も売れるようなことは全くなくて、うん、あと売れない。別にこれはロードスターが悪いというんじゃなくて時代の中 で、ね、例えば女性がオープンカー乗っていることが逆に髪の毛が乱れるとか、うん、なんかちょっと照れくさいとかっていうふうに注目されるのは嫌だとかって言って、うん、またそういうね、ちょっとアウトドア的な思考になってきたから変わってきたってもあるんですか？ね、ただそれもあります。ただやっぱりその時代がどんどん変わっていくんで、やっぱりお客様の基本的な要求値はどん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 やっぱ上がっていってるんですよね、うん、で走りにしても自分たちがいや 1.6 リッターでいいからっていうわけにはやっぱいかないんですよ、うん、それは自分あんたあの松田が考えてるだけでお客様の期待はもっと高いところにあるよっていうと、やっぱりそれを超えないといけない、うん、で人馬一体を残しながら気持ちよく走るためには車も大きくなるし重たくなるんで、それにつれてエンジンも大きくしないとやっぱりバランス取れないんですよ、うん、だから2リッターを積もう。人馬一体って一見響きのいい言葉だけども、そこを追求すると最初の初代みたいな軽くて普通のお兄ちゃんが乗れるような車じゃなくなってくるじゃないですか。そう、その通り。 だから NC までは3代まではまさにそういった道を歩んだんですよ、うん、で3代目って走りもいいし燃費もいいし安全性能もいいし、全て車としてのいわゆる製品価値はいいんですよ。でもお客さんじゃあそれで喜んでくれるかっていうと、お客さんは山本さん NC って良くなったけど NA の方がいいって言うんですよ。もうその言葉を聞くとね、もう悔しくて悔しくて。いやでもすごく分かるのは、24時間365日考えているそのね、そこと車屋さんと来て、あちょっと女の子とデートしようかなって時に買う人と、まあ、それだけじゃないかもしれないけど、全然車に対する意識違うじゃないですか。違いますね。それ僕なんかテレビの演出しても分かるんですけども、僕ら365日演出ばっか考えてるんですよ、うんうん、そういう自分と家帰ってきてテレビ見ようかなと思って、うんうん、ポツッてやってかけてテレビ見てる人は全然テレビに対する意識が違うじゃないですか。違う、ねうん、それと一緒でいいもの作ったんだから、そうこれいいだろうって言うのは、それは作り手のおごりともあるんですよね。そうです。もっと別にもっとそんなところにお金かけなくてっていいから、もう30万円安くしたよみたいな、別に普通に街走ってるだけだから別にそんなにいいよみたいなっていうのもないですか？いやそれはもちろんありますよ。僕たちもそれは本当じくじたる思いです。でもそれはやっぱりそういった制約の中でこの車を生まないと終わらせるわけにはいけないんですね。そこ大事ですよね。で実はこの車2005年から生まれて、初代も NB も2代目も実は8年でフルモデルチェンジやってるんですよ、うん、とか NC だけは10年作ったんですよ。へー。なぜならば実は2008年にリーマンショックがあって、マツダの新車開発が全部変わって、で4代目のロードスターはね一番最後だ、うん、ということで15年まで伸びたんですよ。また12年にND が出る予定だったんですけど出れなかったんですよ。でその時にはこの車衝突安全性能がヨーロッパでね、いわゆる歩行者保護っていうのがあるんですよ、うん、歩行者にぶつかった時に歩行者の頭が頭部がねボンネットに当たった時の衝撃値があるところから高かったらレギュレーション違反ですよ、うん、そういうのがあるんですよ、ね、だからこの車の最後にはボンネットがポップアップするようなね、そんな仕掛けも入れました。で延命させよう、うん、でボンネットを50ミリ上げるわけにはいかないですからね。いかないよね。でそんなこともやって NC を延命させる、なるほど、そして ND の準備をする。でまさにさっき言ったように車がどん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 良くなるだけではお客さん喜んでもらえないんですよ、うん、難しいところですよね、うん、それが人馬一体っていう言葉はハンドリングの方を思うかもしれないけども、人馬一体の心っていうのはまず乗り手は馬のことを考えたら馬に対して目いっぱいの愛情を注ぐことが始めないといけないんですよ、うん、
それがジンバイっていうのがスタートです。その愛情に車が応えてくれるようなドライバーの姿勢があれば車がそれに応えてくれる。だから車に対する愛着を持てるような車にしないといけない。それって完成度の、ね、が高すぎると。その通り、車が偉くなったらいけないですよ。そうですね、車が偉くなったら自分と同じぐらいの目線でいつも車が寄り添えるような、そうした車作りをしないといけない。難しいですよね。難しいですよ。だからもう一遍4代目は初代に帰ろう、人馬一体というよりもその原点に帰ろう、初代がなぜ生まれたのか、初代がなぜお客様に愛されているのかというのをね、もう一遍考え直そう。いやだけどそこがマツダの博打じゃないですか。いや博打じゃなくて、それができないからどん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 2代目も3代目もそういうふうになってたんですよ。つまりブレイクスルーする技術を持たなかったんです。僕たちはやりたいことは分かってましたよ。車も大きくせずに重たくせずに排気量も大きくせずに、初代のような人馬一体ファントゥードライバーをね、なんで作れないの、やり方は知ってるんですよ。できなかったんですよ技術がないから、その技術を僕たちは作らないといけない。いやだけど 1.6、1.8、2リッターっていくじゃないですか。そこからマツダの博打が 1.5 に行くんですよ ね。 そうですね。これ大事です。これはびっくりしましたよ。これはあのダウンサイジング、ダウンサイジング とにかく原点に帰って軽量コンパクトに徹底しよう。4代目の原稿ですね。はい、で僕たちはこの車の開発をするときにね、実は守るために変えていくっていう言葉を僕作ってみんなと共有したんですよ。初代のロードスターが誕生したときに、この車にとって一番大事なことは車の性能がいいこと、速いこと、はいね、コーナリングがいいこと、決してそうじゃないよね。それはもちろんある以上は必要よ。でも乗って一番楽しくなることが一番ですよねっていうことが人馬一体であるし、楽しいことっていうことは何かというと、この車を使った生活をすることなんですよ。で初代に実は今日カタログ持ってきたんですけど、もう毎回これ僕たち見たんですね。初代のカタログを振り返ると、最初に何て書いてあるか、これ誰もが幸せになるって書いてあるんですよ。誰もが幸せになるっていうのは、この車を持つことによってその人の人生を変えるような車を作らなければいけない、そういうふうな思いをね、この車で達成しよう。で 1.5 リッターは軽くしたいし、この車の良さを提供しようと思ったらね、軽くて小さなボディで小さなエンジンが絶対いい。でも問題は乗り味なんですよ。乗り味、乗り味ということは、いわゆる加速の絶対的なスピードじゃなくて加速フィーリングがいいのか、それともう一つ大事なのは、車が軽くなると乗り味が薄っぺらくなるんですよ。そこを絶対になくしよう。そういうふうにサスペンションの設計であり、ね、ボディの部分的な補強であり、そうしたことを徹底的に研究して、車は軽くなって馬力はないけれども走った時に2リッターと同じように、あるいはそれ以上に気持ちよく走る、そして乗り味も乗り心地もよく心地よい走りができる。石崎さんどうですか原稿は。いや、あのだん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 、うん、お顔が割と4代目になると少し変わった感じが、ね、はい、うん、すっきりした感じがあって、でもなんかあの皆さんがおっしゃるように、あのやっぱこうマツダの車だぞっていう、このロードスターの顔だぞっていうのは崩さず、でずっとこのなんていうか、こうかっこいい感じが続いてるっていうのが、うんうん、すごいなと思いながら、やっぱり本当にね、それこそ300万円切る値段で、うん、それこそこれだけの走りをして、うん、これだけのデザインっていうのはもう奇跡に近い。なんかロードスター好きな人って本当めっちゃ好きですよね。もでもこれはどうなんですか、販売台数は。あのこれは NA までは言ってませんけども非常に好調です。で2015年に発売してからね、世界中に売れて、しかも2015年16年のカーブザイヤーも日本でいただいたし、もう一つ2016年のワールドカーブザイヤーとワールドデザインオブザイヤー、ダブルタイトルを実はアメリカでいただきました。これも僕たちにとってはとても誇りに思えることです。あとあのね、中古屋さんに僕あの第三景品出たところにマツダのなんかあの、うん、販売店があるんですけど、うん、あそこに前にいつも 7,8 台車が止まってるんですよ。このロードスターの中古があるんですけど、うん、値段がやっぱ高いんですよ。それだけやっぱりそれいいことであって、値段が下がらないって、あだからすごいなと思って、うん、私なんか
すごく個人的ですけど、日本に今住んでいる外国人のお友達、うん、みんなロードスター乗ってるんですよ。で、マツダでしょ、やっぱかっこいいよねっていうのすごいみんな言っていて、うん、あ、そうなんだって思いながら、本当にこの車もだから逆に心配なのは、これいつまで続くか分かりませんけど、うん、将来的に5代目が出た時に、うん、これを超えることができるのかなっていうか、こんなになんかデザインがいいから、うん、でこれちょっとこの椅子だと分かりにくいんですけども、テールもなんかね、いいですよね、後ろの姿もこの丸くてね、うん、本当になんかもう名車にですよね、日本の、うん、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。